皆さんこんにちは、ペソでございます。熱中プロ野球2000にやっていきましょう。タイガースはね、東京ドームで今日からジャイアンツとの3連戦です。初戦の先発はカーライルさん、そして広沢さん、今日は檜山さんの代わりに出場。あとはポッキーと山野さんが調子上げから今日この2人を除きましょう。先発はジャイアンツ入木さんね。プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。本日は大歓声のここ東京ドームからジャイアンツ対タイガースの試合を実況は私三宅でお伝えしてまいります。さあ第9球、センターへ、ノーアウトからランナーが出ました。初球から足を絡めてきた、一塁へ。インゴーボール球振っちゃ、振っちゃいましたね。ランナーがスタートしている、ファウルボール。ストレート早くも追い詰めました。さあランナースタート、二塁へ、スチール成功。慎重にボールを選んでいます。フルカウント。さあこの1球、追い込んだがもったいない。長打が出れば一気に大量得点という場面ですが、さあライトはどうか、懸命に下がって届きました。ホームラン、中野さん、甘い球を逃さず捉えてライトスタンドへのアーチです。今先制のホームランを放った中野さん、悠々とホームベースに向かいます。タイガース、これで早くも3点のリードです。序盤から3点の差がついています。丁寧に攻めていますが、次のボールはフルカウント。さあこの1球、左に切れました。これはファウルボール。あ、ボールか。スイングアウト、ランナーはありません。どうか、届きました、ホームラン。際どいボールをなんとか捉えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、追加点です。イリキ、このイニングには2打を浴びています。打球はセカンドへ、これはアウト。高めの変化球は禁物です。二遊間抜けるか、ランナーは一塁。
初回タイガース先制点を挙げています。さあバッターボックスには西、いいコースに決まりました。三遊間、ノーアウトからランナーが出ました。絶好調やからね、恐ろしいね、一発あるしね、ジャイアンツの選手やったら。一気に勝負してくるか。来るかな。よいしょ。三球三振です。さあ、低めに変化球を集めてゲッツーを狙っていきたいところ。いいコースに決まりました。ぐいぐい内角をついてきています。さあ次の1球は、これも三振です。ここは一発も期待できる場面。ピッチャー返し、華麗なグラブさばき。1回の裏の攻撃が終了しまして、この回のジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターからです。カーブやったね、完全に打ち損じた。ファウルボールです。早いよねやっぱり球が。ファウルボールです。早くも追い詰めました。一球間を置きます。この段階で決めてくるか。打球はサードへ、一塁はこれはアウト。この回の出塁はありません。内角をよく見ています。ボールが先行しています。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールはストレートのフォアボール。ここは一発も期待できる場面。外角をよく見ています。注目の一球、ファウルボール。フルカウント。さあこの一球、ピッチャー返し、スコアリングポジションにはランナーがいます。初球は外してきました。ストレートを続けてきた。ここで1球外してきました。この打席もバットは不発。2打席連続三振。ここはきっちりとバッターを2回の表の攻撃。
いかに低めに変化球を集められるかが勝負のポイントではないでしょうか。打ち取ったか。そして一塁は際どいところに入りました。一気に勝負してくるか。三球三振です。さあバッターボックスには二岡。打球は三遊間へ。これは平凡な当たり。そして一塁は2回の裏の攻撃が終了し、今日はホームランを放っています広沢。初球から来た。思い切ってセカンドを狙う。二塁を回ってストップ。スコアリングポジションにはランナーがいます。どうだ。追いつけません。三塁を回ってホームへ。今セカンドランナー悠々とホームイン。オッケーオッケー。ナイス。ここでタイムリーツーベースを消費してないな。リリーフね、あんまりとか方法ね。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上田畑。すでに明暗がくっきりと分かれている両チーム。ファウルボール。ファウルボール。早くも追い詰めました。を避けなくてはいけません。打ち上げた。ライト交代。この位置から間に合うか。三塁ランナースタート。タイガース追加点を入れました。この犠牲フライでランナーホームイン。タイさあ低めに変化球を集めてゲッツーを狙っていきたいところ。初球スチール。流し打ち。あー切れた。おっと切れました。ランナーがスタートしている。二塁へ。これはいけません。スチール成功。一気に勝負してくるか。ここで一球外してきました。この段階で決めてくるか。セカンドランナー三塁へ。余裕を持ってアウト。塁には出したくないバッターです。初球は外してきました。低め。ここは一球待ってみるか。打球はショート。出ていますがヒットはありません。すごい。これは逆らわないバッティング。おーまいまい。届きました。ホームラン。絶好球をうまく捉えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。今ファン大歓声の中悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これは一方的な展開です。さあ誰だ、ピッチャー柏田さんは嫌やな。柏田さん。ジャイアンツ小刻みな継投を見せています。ランナーはありません。ああ
シュートか。難なく取りました。3回の表タイガース追加点を入れてさらに差を広げて、ここは確実にアウトカウントを稼いでおきたい。いいコースに決まりました。早くも追い詰めました。3球三振です。ランナーはありません。際どいところに入りました。打球はサードへ、一塁へ、余裕を持ってアウト。さあバッターボックスには清水。打球はショートへ、ツーアウトからですがランナーが出ました。これは平凡な当たり。そして一塁は、3回の裏の攻撃、伝家の宝刀のスライダーをどう使ってくるか。この段階で決めてくるか。アリア、この打席も三振で終わっています。分かってても振っちゃうよね。これは見ました。ストレート押しないよね、基本的に仕留めるとき以外は。当たりは今一つ、華麗なグラブさばき。今日タイムリーヒットを放っている浜中、流し打ち、おー、いった、届きました、ホームラン。浜中、甘い球を逃さず捉えてライトスタンドへのアーチです。今、ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。スライダーが結構ね切れるからな、タイミング合わせて打ち上げてしまいました。これはアウト。4回の表タイガース追加点を入れて、さらカーライル、この試合まだ点を許してはいません。いいコースに決まりました。一気に勝負してくるか。一球間を置きます。変化球を続けていますが、次はどのような配球を見せるか。打ち取りました。打球はショートへ。あれはシングルヒット。ちょっと完全に測り間違えた。埋めていきたい。打ち上げてしまいました。これはアウト。さあ、ツーアウトになりました。早くも追い詰めました。ここで1球外してきました。低めのボールが続いています。さあ次のボールは、これはスイングアウト。4回の裏の攻撃が終了しまして、この回のジャイアンツ
1人残塁で無得点です。さあバッターボックスには今岡、バッター難なく掴んでいます。そこで上の手までね、バッターライト余裕を持って構えます。難なく掴んでいます。この回の出塁はありません。打球は三遊間、ツーアウトからですがランナーが出ました。二遊間抜けるか、ランナー二塁でストップ。長打が出れば一気に大量得点という場面ですが、さあ変化球から入った、レフトスタンドに花火を打ち上げました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上三浦、すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。ファウルボールです。まだ上叩いてるねボールな。内角をよく見ています。厳しいカウントになりました。確実に入れていきたい。さあこの1球ファースト強襲、多彩な変化球でどう攻めてくるか。初球から来た、ランナー2塁でストップ。スコアリングポジションにはランナーがいます。ああ切れた。おっと切れました。打ち上げてしまいました。ちょっとボールをしたよね。難なく掴んでいます。5回の表タイガース追加点を入れてさらに差を広げています。カーライル、この試合まだ点を許してはいません。一塁はランナーはありません。ボール球を振ってきた、早くも追い詰めました。三球三振です。今のところ疲れは見せていません。カーライル、いいコースに決まりました。三遊間、ああなんだよちょっとね、あのホームを打たれてもおかしくないか、ね、ツーアウトからですがランナーが出ました。いいコースに決まりました。バッター、ど
ピッチを避けなくてはいけません。初球は外してきました。ピッチャー返し、そして一塁は危ない危ない。5回の裏の攻撃が終了しまして、この回のジャイアンツ2者残塁で、高めの変化球は禁物です。ファウルボール、早くも追い詰めました。ノーアウトからランナーが出ました。この球には手を出しません。流し打ち、懸命に下がってよく追いつきました。ここでワンアウト。さあ低めに変化球を集めてゲッツーを狙っていきたいところ。引っ張った、ライトバック、フェンス直撃です。惜しいね。一塁ランナー三塁へ、悠々とセカンドに達しました。そして打順は1番に帰ります。ここで対応、すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。これは見ました。この段階で決めてくるか。走者一掃のチャンスです。変化球から入った。タイミング合わんかった、呼んでたのに。左中間どうだ、届きました、ホームラン。際どいボールをなんとか捉えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上川原、ボール球を振ってきた。一気に勝負してくるか。一球間を置きます。打球はセカンドへ、これはアウト。マウンド上川原、打球はショートへ、かけた、これはアウト。6回の表タイガース、スイッカーライル、この試合まだ点を許してはいません。いいコースに決まりました。ツーナッシング、早くも追い詰めました。
ここで1球外してきました。この段階で決めてくるか。打球はセカンドへ、一塁へ。この回先頭バッターは倒れています。ランナーはありません。これは見ました。ツーナッシング。一気に勝負してくるか。ここで1球外してきました。この段階で決めてくるか。これはスイングアウト。まだ疲れは見えません。カーライル。ピッチャー返し、一塁へ。6回の裏の攻撃が終了しまして、今日はホームランを放っています浜中。引っ張った、どうか。あー、詰まってるわ。よく追いつきました。ランナーはありません。引っ張った、これはどん詰まり。この回の出塁はありません。ファールボールです。ファールボールです。早くも追い詰めました。打球はセカンドへ、余裕を持ってアウト。7回の表、さあ、完いや、リリーフ出します。ここでリリーフと、いいコースに決まりました。ツーナッシング、早くも追い詰めました。この打席もバットは不発、2打席連続三振。当たりは今一つ。そして一塁はシングルヒット。与えられた仕事をきっちりやってのけるか。ピンチヒッター後藤。ボールか。ここは一球待ってみるか。バッタライト余裕を持って構えます。ランナー戻れるか。ランナーは一塁。打ち上げてしまいました。これでスリーアウト。7回の裏の攻撃が、ここでリリーフ登板となりました。マウンド上桑田。ここは確実にアウトカウントを稼いでおきたい。テキサスヒット。ノーアウトからランナーが出ました。多彩な変化球でどう攻めてくるか。初球から足を絡めてきた。これはいけません。打球はショートへ。これはアウト。スコアリングポジションにはランナーがいます。センターはどうか。これはもちろんアウト。ここは一発も期待できる場面。
センターはどうか。あー詰まったよく追いつきました。8回の表の攻撃が終了しました。さあバッターボックスには清水、際どいところに入りました。一気に勝負してくるか。三球三振です。ランナーはありません。際どいところに入りました。ツーナッシング、早くも追い詰めました。連続三振。左バッターボックスには松井、際どいところに入りました。ジャストミート。ツーアウトからですがランナーが出ました。一気に勝負してくるか。一球間を置きます。変化球を中心に組み立てていますが、さあ次のボールはどうか。さあ勝負球です。フルカウント。低めのボールが続いています。さあ次のボールは。この打席もバットは不発、2打席連続三振。8回の裏の攻撃が終了しまして、この回のジャイアン、高めの変化球は禁物です。どうだ、届きました、ホームラン。際どいボールを何とか捉えてライトスタンドに花火を打ち上げました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。明暗がくっきりと分かれている両チーム。これは見ました。どうだ、これも入った。ど真ん中にカーブ投げてきたね今。清澤、甘い球を逃さず捉えてレフトスタンドへのアーチです。ランナーはありません。外角をよく見ています。ボールが先行しています。確実に入れていきたい。外側へ切れていきました。さあこの1球、流し打ち、もういったこれも入った。矢のような打球をライトスタンドへと突き刺しました。ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。あ、向こうリリーフか。あ、上原さんでした。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上、上原。明日の先発予定じゃないんかな。さあ、八木さん行きましょう。ちょっと出すの忘れてましたわ。攻
この場面で代打を出してきました。バッターボックス八木。さあバッターボックスには八木。そうかな、やっぱりな。一塁へ。自慢のフォークをどう配球してくるか。打球はセカンドへ。ここはきっちりと抑えなくてはいけません。追いつけませんでした。ファールボール。この球も見ました。低めのボールが続いています。さあ次のボールは。タイミングが合いません。打ち上げてしまいました。これはアウト。9回の表、この回のタイガース追加点を入れてさらに差を広げています。あと3人。ピッチャー返し。これはアウト。おお、何おかしい代打か。吉高さんね、一発だ。この場面で代打を出してきました。バッターボックス吉永。際どいところに入りました。これはうまいバッティング。ここで入った。おー、持ってかれた。吉永、際どい球をうまく当ててライトスタンドへのアーチです。今、ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。この勢いで逆転に結びつけていけるか、ジャイアンツ。明暗がくっきりと分かれている両チーム。追い詰めました。三球三振です。この場面で代打を出してきました。バッターボックス高野。懐かしい。あと一人踏ん張れるか。ないけど、ね、顔が出てけへんからね。際どいところに入りました。バッターどうか。スリーアウト。試合終了。興奮冷めやらぬ東京ドームからナイトゲームの模様をお伝えしてまいりましたが、タイガースジャイアンツを下す結果となりました。プロ野球ファンの皆さん、そろそろということで、最後にね、吉田さんに一発打たれちゃいましたけどね、ホームランはタイガース 1,2,3,4,5,6,7,8,9 本ね、坪井さんもね、続けて一発出ましたね。ちょっとそれにびっくりしましたけどね。広沢さんはね、前の試合全然やったから今日はね、面目躍如といったところでしょうか。カラリさん24勝目、イリキさん12敗目、笠井さん46セーブ目です。打撃成績、赤星さん、猫ちゃん、広沢さんが、4安打、坪井さん、浜ちゃん、矢野さんが猛打賞で、アリアスさん2安打とね、いうことですね。
あ、あと今岡さんがごたこや忘れてた。はい、で、カラエさんはね、これフェンスダイレクトのね、ツーベースで、今日はカーライルさんは、ちょっと球数多くなりましたけどね、なんとか6回を奪三振8、被安打6で抑えてくれました。葛西さん最後にね、高めのチェンジアップを吉永さんにうまく打たれちゃいましたけども、追跡点1ながら奪三振5という、ね、結果でしたね。はい、ということで、初戦は21点の快勝となりました。また明日もジャイアンツ戦です。それではさよなら。